はい、トルトの地獄のメカニカル練習帳第22巻ということでですね、その3メインフレーズなんですが、今日はですね、インターフェースにつなぐのをつないでたつもりがつないでなくてですね、生音になります。はい、なので全然多分聞こえないと思います。一応編集で音量全部マックスにして、やったんですが、多分あまり聞こえないと思いますので、生音で、ご覧いただければと思います。まあ、たまにはね、こう生音でどんな感じで弾いてるのかっていうのも、まあ、見るのも、まあ、いい機会なのかなということでですね、それに、まあ、もう一回ね、15分また撮り直しっていうのも、まあ、1日15分練習で歌ってるのに、まあ、30分練習してることになっちゃうのでね、まあ、そういうのもあって、まあいいかということで、流しております。生音はこんな感じのピッキングの強さですかね。で、今日はですね、一応88からスタートしてやったんですが、いやー、でね、まあ96行って100行こうみたいな、そんなね、昨日話をしてたんですが、やっぱですね、ちゃんとやると92の壁、90代の壁っていうのがすごく立ちはだかる。今日は全然ですね、92止まりで、もうほんとダメでしたね。まあ、調子が悪いって一言で片付ければそうなのかもしれないんですが、今日はもう92すらちゃんと弾けなかったっていうところでですね、なんて言うんでしょう、まあ両手のシンクロがいまいちダメだったっていうところですかね。本当にもう後半はもうため息ばっかり、まあ、最後動画の本当の最後にため息で終わっていますからねまあそこはご覧いただければと思うんですが、はい、本当にね、まあ、これがリアルですよね。やっぱですね、まあ多分動画に撮らなくても日々ね、この調子がいい日悪い日っていうのはまあ体感はするんでしょうが、やっぱりこう動画を撮ってね、こう見返して、まあ、ナレーションも一回動画ちゃんと見返しながら、ナレーションを撮ってますので、やっぱこう見るとですね、その日々のその調子の波っていうのがやっぱ結構わかりますよね。生音はこんな感じで弾いてますね。これ92のテンポで一応やってます。ため息ついておりますね。もう全然ダメダメで、もうイライラしてますね。やっぱこういう時こそね、ちゃんとリズムで、体でリズムをとって弾くっていうのが大事なのかなって振り返るとそう思いますね。まあ、あと1分だったので、じゃあ104に上げようということで今104に上げてますね。まあ、ちょっとね、クリックもインターフェースつないでないんでクリックも乗ってないんですが、はい、もう104もですね、昨日よりも全然ダメダメってことですね。ほんとシンクロできてないということで明日も頑張りたいと思います。ではまた。